皆さん、こんにちは。今回は40歳を過ぎてからでも韓国語が話せるようになる方法と考え方を皆さんにお伝えしたいと思います。若くなくても30過ぎてもまだまだ皆さんは韓国語を話せるポテンシャルが十分にあります。それでは早速行ってみましょう。動画の内容は文法単語編、文字編、会話編、プチ留学編の4つの構成でお話しします。まず最初に韓国語がペラペラとはどういうことなのかの基準を設けておきたいと思います。基準がないと語学というのはゴールがないものですので、ここでは文字の読み書きができる、韓国人が話している内容が基本的に理解できる、資格試験でトピック、ハングル検定3級以上取得を基準にしたいと思います。でもちょっと待って、それレベル低くないと思いました？皆さん、ペラペライコール韓国人ではありませんよ。語学が苦手な人、物事を継続するのが苦手な人、その人たちの共通点は完璧を求めるところです。もし韓国語を話せるようになりたいなら、その完璧主義を今すぐ捨ててください。そして先ほど私が伝えたレベルまで来ると、韓国旅行はもちろんのこと、韓ドラなんかも字幕なしで大まかに理解できるようになります。また、ハングル字幕をつければ8割ぐらいの内容が理解できるようになりますよ。もちろんサムネやタイトルにもあるように40過ぎてからでもちょっと頑張ればこのレベルは十分にクリアできると考えています。ただ語学の勉強は若ければ若いほど上達のスピードが速いと言われています。特にリスニングの伸びが若い人ほど顕著に現れます。ただ語学はリスニングだけではありません。10代の若い人よりも40過ぎたいろいろな経験を積んだ人の方が会話の場面ではたくさんの引き出しを持っているので会話が弾むってことがよくあります。ここで知ってほしいのが、10代などの若い人たちと大人の勉強方法は違うので、どうやったら韓国語が話せるようになるのか、この動画では比較しながらも見ていきたいと思います。それではまず1番、文法単語編を見ていきましょう。実はこの文法と単語は一番の癖物。韓国語の文法はなんと約1300個以上あると言われています。さらに単語なんか何万個とありますので、すべてを覚えるのに何十年と時間が必要になります。ただ皆さんは韓国人ではありませんし、すべての文法と単語を覚える必要なんて一切ありません。皆さんはただペラペラ韓国語を話せるようになればいいだけなんですよね。韓国語では日常会話で使われている文法や単語なんてほとんど決まっているので、その使用頻度の高いものを覚えてしまえば問題ありません。韓国語の文法は100個、単語は500個、これぐらいを覚えてしまえば、あとは応用していくだけなんで、その後の韓国語の勉強がかなり楽になってきます。じゃあどの文法と単語を覚えていけばいいのか。もし皆さんが韓国語の教材を持ってるなら、初級の文法教材を見てみてください。だいたい初級1、初級2や初級、中級などと2冊構成で教材が販売されていませんか？日常会話に出てくる8割の文法はその教材で学べますので、もし教材を持っている方はそこに載っている文法をすべて覚えてしまいましょう。まずは使いこなせなくても意味を知っているだけで OK。韓国語をどんどん聞いていくうちに使い方が徐々に分かってきます。いいですか？完璧を求めたらダメですよ。大まかな文法の意味合いを理解するだけで大丈夫です。ただ、もし教材をまだ持っていない、新しい文法教材を探しているって方のために、私が作った初心者が最初に覚える漢文法100選の教材が販売されていますので、それだけ覚えてくれれば十分です。内容を少し見てみると、このように文法、意味、使い方、比較などが1文法1ページでまとめられてあり、全くの初学者でも分かりやすく解説しています。また無料 YouTube でも解説動画がありますので、かなり勉強しやすくなってます。他にもこの文法100選をまとめたポスターなんかも販売されていますので、壁やお風呂に貼って覚えていくのもおすすめですよ。購入希望の方は概要欄に URL を貼っておきます。そして次に単語ですが、これは絶対に若い人よりも大人の方の方が簡単に覚えていくことができます。皆さん、韓国語は実は漢字語に変換することができるって知ってましたか？例えば、ヨング。これは漢字で英国と書きます。イギリスですね。他にも、ハング語ならどうでしょうか？知ってますか？これは韓国語となります。では、これを応用して、ヨンモ。これはどういう意味になるか推測できますか？勘の鋭い人なら見抜けたかと思います。そう、英語となります。どうですか？韓国語のほとんどがこのように漢字語に変換することができるんです。10代の若い子たちよりも漢字や単語を多く知っている40代の方の方がこの漢字を駆使すればスムーズに韓国語の単語が覚えられるはずです。韓国語が上手な人はもしわからない単語が出てきても必ずこの漢字語を使いながら単語を推測していきます。
ノートに100回同じ文字を書く、単語帳を作ってひたすら暗記していくなどの昔の暗記方法は効率が悪いので絶対にやめましょう。韓国語は漢字から覚えるのが一番手っ取り早いんです。このハングルにはこの漢字、このハングルにはこの漢字と当てはめていけるんです。それをまとめた簡単漢字から覚える魔法の単語本ボリューム 1-2 もおすすめですのでチェックしてみてください。漢字とイラスト、さらには音声付きですので効率的に韓国語の単語が暗記できちゃいます。화화산화요일。また初心者が最初に覚える簡単語500選のポスターも販売されてますので、こちらも壁やお風呂場に貼っておいて暇な時にでも眺めてみましょう。こちらの購入先も概要欄に貼っておきます。ではまとめてみると、韓国語を話せるようになるにはまずは文法と単語をしっかり覚えましょう。ただ皆さんはもうどの文法を覚えてどの単語を覚えていけばいいのかを悩む必要はないので、皆さんが持っている教材もしくは私が作った教材を使い丁寧に覚えていきましょう。文法は100個、単語は500個、さらには漢字語をマスターしたら数千の単語を推測できるようになります。やることは決まっていますので、あとは皆さんのやる気次第です。では次に2番、文字編を見ていきましょう。韓国語の文字は超簡単、1時間あればある程度読めるようになります。その理由を説明します。まず日本語を見てみましょう。日本語の読み書きを1時間で覚えるなんて不可能だってことは皆さんわかりますよね。ひらがなを覚えて、次にカタカナ、それが終われば超なんかの漢字を覚えて、さらには音読み、訓読み、30年40年日本語を使ってきた皆さんでも未だに読めない漢字、書けない漢字がありますよね。そう、日本語の文字って言語学的にめちゃくちゃ難しいんですよ。でも韓国語は超簡単。ひらがな、カタカナ、漢字みたいな種類はなく、カタカナだけがあるイメージを持ってくれれば大丈夫です。カタカナが書けない読めない人って基本的にいないですよね。しかもカタカナには音読み、訓読みなんかもないので簡単に誰でも読めます。韓国語のハングルもそれと全く同じイメージで、韓国人がハングルを読めない書けない人は基本的にいません。しかも音読み、訓読みみたいなややこしい読みなどもないので、一度読めると一生読めるようになります。もちろん語学ですので不規則な読み方は多少ありますが、それは韓国語が上手くなってから考えればいいので今回は省きたいと思います。ただ初心者の皆さんに、いくらハングルは簡単ですよと言っても、日本人からするとどうしてもハングルよりも日本語の方が簡単に見えてしまうでしょう。ではここで皆さん検証してみましょう。一度皆さん日本語を忘れてください。いいですか？皆さんは今日本語も韓国語も全く読めない人です。では今から出てくる2種類の文字を1分以内に覚えなさいとなったら、どちらの文字が覚えやすいか考えてみてください。それではいきます。どうですか？答えは簡単ですよね。2番のハングルの方が圧倒的に覚えやすくないですか？よく見るとハングルって規則通りの文字になっているのに気づかないですか？あーなら丸を書いて縦棒と横棒、やーなら丸を書いて縦棒と横棒2本、おーなら丸を書いて縦棒と逆の横棒、ようなら丸を書いて縦棒と逆の横棒2本。ハングルはすべてこのような規則通りに作られています。でも日本語のカタカナはどうでしょう？アーとイーは類似してますか？アーが書けるとウーという文字が推測できますか？できないですよね。そう、日本語ってハングルよりも圧倒的に難しいんですよ。しかもさらにひらがなも覚えて漢字も覚えていく。これは40歳を過ぎているからとかの問題ではなく、日本語の文字を覚えるのは途方もないことです。でも韓国語は本当にすぐに読めるようになります。ではどのように勉強すればいいのか？ご安心ください。私がたったの4レッスンでハングルが絶対に読める、ハングル完全攻略の完全無料の YouTube レッスンをアップしてます。この2つの動画は共に100万再生を超えている人気動画で、本当に皆さんをハングルの読める人に変えてくれる内容となっています。他にもネイティブ講師のチョネ先生のハングルの時間なんかもあるので、いろいろな角度から学んでみてください。どの動画を見てもハングルが読めるようになりますので、ご自身の好きな動画をお選びください。すぐに動画が見れるように概要欄に動画の URL を貼ってますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さらにはこれらの動画に沿った教材も販売されていますので、しっかり韓国語を学びたい人は動画と教材を合わせて効率的に学んでみてください。教材は誰にでも購入しやすいように990円から販売しています。それでは次に皆さんが一番気になる会話編を見ていきましょう。結局皆さんは韓国語を話したいんですよね。確かに読みも書きもできたらいいですが、一番は韓国語をスラスラ話すことが目標だと思います。
ただいくら韓国語を勉強したからって、韓国人の知り合いもいないし、スクールに通るだけの金銭的余裕がない。他にも家の近くに韓国語教室がないなど、いろいろな事情で韓国語を勉強しても話す環境がないって状況に陥る人が多いと思います。また30代、40代になると、若い子たちと一緒にレッスンするのが少し抵抗がある人もいるかと思います。でもそちらもご安心ください。韓国語を話す。覚えた韓国語をアウトプットする場所は実はたくさんあります。しかもスクールなんかに通うより数倍安く韓国語を話せる環境づくりができます。皆さん一度 Google などで韓国語オンライン安いなどと検索してみてください。そうするとオンラインレッスンを行っているスクールが数十社出てくると思います。その多くが1時間数百円から1ヶ月喋り放題などのいろいろなプランが展開されています。しかも誰でも簡単にレッスンできるようにスカイプやズームなどの誰もが知っているアプリでレッスンが可能ですし、やり方がわからなくてもサポートしてくれるサービスも充実しているので、機械の操作が苦手な人でも問題なくレッスンスタートすることができます。もちろん最初は全然話せなくても大丈夫。一番で説明したように文法、単語を覚えながらオンラインレッスンでどんどん使っていけば3ヶ月も続ければある程度韓国語を話せるようになってきます。ぜひ週2回ぐらいはオンラインレッスンを受けてどんどん韓国語を話していきましょう。もちろんスクールに実際に通える人はグループレッスンよりもマンツーマンレッスンを選び韓国語をどんどん使っていきましょう。もしオンラインレッスンにも通うのが難しい場合は私がお勧めしている独り言をやってみてください。これは夜寝る前でもお風呂場でもいいので今日あったことを韓国語で話す練習をしてみてください。例えば最初は片言でいいので오늘친구같이밥먹어こんな感じで大丈夫です。そして文法などを並行して覚えていくと오늘친구하고같이밥을먹었어요と正しい文章を作ることができるようになります。一日の出来事を独り言で毎日ブツブツ話してみましょう。これならスクールも必要ないですし恥ずかしがり屋の方でも安心ですよね。ただ会話は相手がいて成立するものですのでできるだけ誰かと話すようにしましょう。人と話すことが恥ずかしい、韓国語を話すのが恥ずかしいと会話のレッスンを避けているといつまで経っても韓国語が話せるようになりませんよ。もし皆さんが韓国語を本当に話したいと思うなら最初は大変ですが新しいことに挑戦することが大事。話す練習なくして韓国語を話せるようにはなりませんよ。それでは最後に4番プチ留学編を見ていきましょう。40歳を過ぎてから韓国語が話せるようになるには一番の近道は絶対にプチ留学です。留学って聞くとそんな時間ないよ、そんなお金ないよって思うかもしれませんが、プチ留学とは短期留学のことで最短3日からすることができます。なぜこのプチ留学をお勧めするかというと、まずレッスンが全て韓国語で行われます。もしグループレッスンであれば周りの学生はアジア系の人や欧米の人ですので全く言葉が通じません。唯一通じるのが韓国語という絶対に韓国語を話せないといけない状況になります。マンツーマンで韓国人の講師をつけた場合も同じ状況になります。人間って不思議で絶対にやらないといけない状況になると脳や体が柔軟になりその状況に対応できるようになります。語学を話すのが恥ずかしいってことよりもまず伝えないとと勝手になってくれます。これが例えば1週間続くだけでレッスンで話している講師の韓国語が聞けるようになりますし、自分の言いたいことが片言ながらに言えるようになります。たった1週間ですが日本で勉強する何倍もの実力が一気につきます。1週間なら頑張れば休みを取れる長さだと思いますし、料金も10万円台から実現可能です。その経験がターニングポイントになり一気に韓国語の実力がつくこと間違いなしですよ。そんな短期留学がきっかけで資格試験の最難関のトピック6級に合格した人、翻訳家になった人、韓国に移住をした人、本当に多く見てきました。人生まだまだこれから何が起こるかわかりません。この動画にたどり着いて韓国語に興味を持っているなら何か一つでもいいので新しいことに挑戦してみましょう。やらずに後悔するよりやって後悔した方が人生豊かになりますよ。もしこの動画が皆さんの韓国語への挑戦に少しでも背中を押せていたら幸いです。それでは別の動画でお会いしましょう。